どうもこんばんは、ウーバーイーツ配達員の土生です。本日なんですけれども、墨田区のねスカイツリーの方にやってまいりました。ここでね、本日はね1時間、ウーバーウォーカーを、稼働していきたいと思います。でなんですけれども、入谷に引き続き、上野もね上野でも、大敗しておりますので、本日はね1件ぐらいはねやりたいなって思っております。では早速ウーバーウォーカーやっていきたいと思います。レッツウーバーウォーカー。というわけでですね、ただいまアカウントからウーバーウォーカーの方に、選択をいたしまして、これでねウーバーウォーカー完成しました。しかもね今この時間、今の時間帯が11時56分なんですけれども、シミがねギリギリスカイツリーの方にもかかっておりますので、シミゲットのチャンスもあります。まあなるかわかんないけど、というわけで、地蔵をね開始したいと思います。はい、じゃあね全然見えないかと思うんですけど、はい、あ、コミュニティの安全確保ね。はい、毎回やってんなこれ。はい、というわけで、はい、じゃあウーバーウォーカーなったね、なったね。はい、じゃあウーバーウォーカーねオンラインしてきたとなりました。ただいまの、今日のね日にちが10月20日、11時57分というわけで、1時までねウーバーウォーカーを、オンラインしたいと思います。さあなるかな。でねちょっとね今までの動画はねずっとね立ってたままなんですけど、それじゃあねちょっと面白くないなって思うんで、まあ、今日はちょっとねスカイツリー、せっかくねスカイツリーまで来てますんで、スカイツリーのね、周りをちょっと散歩していきたいなと思います。はい、じゃあねちょっと装備を切り替えましたので、早速ねスカイツリーの周りをね散歩していきたいなっていうふうに思います。今日ちょっと風が強いんでね帽子飛ばないように気をつけたいなと思います。あ、でもこっち行っちゃうとシミから離れちゃうのか、まあ、関係ないか、関係ないわ、いいわいいわ。まあスカイツリーの周りをちょっとブラブラね、まあ地蔵もどれぐらいいるのかなっていうふうに、そもそもね自転車の地蔵がいる限りウーバーウォーカーに振られることはまずないので、普通に考えてそうだよね。そりゃ機動力のあるさ自転車がさ暇そうにしたらウーバーウォーカーなんかにね振られないから。でもスカイツリーの周りはすごい綺麗ですね。とてもねデートスポットにもってこいというか、とてもいい場所でございますね。来週ね、来週の木曜日かな、まあ、10月28日にちょっとバイクをね、納車することになりまして、で僕もバイクの、ね、配達員になるんですけれども、ちょっとねバイクの配達員になっちゃうとね、バイクに切り替えちゃうとちょっとねウーバーウォーカーができなくなっちゃうみたいな話はね聞きまして、もしかしたら年老のウーバーウォーカー企画がそろそろ終わっちゃう、最終回を迎えてしまうかもしれないというわけで、ちょっとねシリーズ化したかしたくてしたかったんですけれども、ちょっとできなくなってしまったら申し訳ないです。来てもなんねえな。しかもね12時なんでもう絶対にゴールデンタイム、なんかもうこっち行ったらさ何もなさそうだよね。こっち行ったらシミ離れちゃうから、いやどっか、
でもなんないわ。待機していくと思います。周りには加盟店とかもちゃんとあるはずなんですよ。空町らしいですよ。そここのこういうとこなんで、こんな感じなんで、普通にねなると思うんだけどね。なんてか自動してる場所に間違いはないとは思うんですよね、多分ね。ただいまですね、12時26分なんですけども、スペインティーがね、ちょっとシミから外れてしまいました。というわけでですね、今12時37分なんですけれども、もう完全にね、シミが撤退してしまいました。墨田区ね、もうあとはね、台東とか中央とか、中央ないか、中央まだあるな、まあ何でもいいや。はい、ただいまですね、12時50分になりました。50分経過ですね。50分経過なんですけれども、無音ですね。なんねえか、ならないですね。使いすぎてもダメか。はい、というわけでですね、1時間、実装が終了いたしました。本日はね、スカイツリーの下では、1時間ね、注文が入りませんでした。というわけでですね、これからねウェブアイツ始めようかなって思う方は、素直に自転車を買って自転車で、稼働した方が、稼げると思います。というわけでね、この動画が、少しでも役に立ったなとか、よかったなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。